ということでですね、ハイレベル台の解説をしていきたいと思います。ミディウムですね、1センチぐらい余裕を残すぐらいのちょっと甘めの寄せでいきたいと思います。後ろはですね、後ろのバー手前ちょうどぐらいを狙っていきます。カメラの位置を考えてですね、これぐらいの場所狙うときはほぼほぼまっすぐ落ちると思ってもらって問題ないです。で、後ろに重心があるので後ろ掴んでガッツリ振っていきたいと思います。これ持ち上げて振って DMM 送れ